どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はニューヨーク AC バイマリオットホテルダウンタウンにいます。シカゴからニューヨークラガディア空港に到着して、ラガディア空港から地下鉄でホテルに到着したところで一回動画を区切らせていただきましたので、ここからの続きとなります。それでは本編の方をお楽しみください。はい、ということで外出てまいりました。ちょっとね、個人的な用事で申し訳ないんですけども、ちょっと洗濯をね一回入れておきたいんですよ、このニューヨークで。まあ、ホテルにねついているホテルに宿泊すればよかったんですけど、まあ、ちょっとね今回コスパのいいホテルで選んだんで、ちょっとねついてないということで、スターバックスも結構有名です。数字が出てると思うんですけど、あれがね、あれ時計になってると思うんですよね。今1時ね31分なんですけど、あんな感じでね秒針が進んでってる感じなんですよね。ぜひこれもたまに雑誌とかで、ね、雑誌だったかな、 YouTuber の方だったかな、紹介してましたんで、よかったら見に来てください。結構ユニークですよね。ということで、ここからね10分15分ぐらいにあるところの洗濯、まあ、コインランドリーですね、そちらに寄って、その後ですねちょっとお昼を食べて戻りたいと思います。ではコインランドリーに着いたんですけども、ちょっとやり方が分かんないんで店員さんに聞きながらやりたいと思います。これ、ね、13って書いてあるんですけど、25セント硬貨が13枚必要なんですね。もっといいシステムにならないですかね、この社会でとか言ったらダメなのかもしれないけど、あ、そういうことね。セブン、アルファセブン4。コインランドリーの方はね、カメラが好きみたいで、私のカメラアルファセブン4なんですけど、非常に興味を持っていると。できれば売ってくれって言われました。手に入んないのかな。そんなことはないと思うんですけどね。でも今どこも半導体不足なんで、どこら辺で買えるかどうかとかちょっと全然わかんないですね。ということで洗濯機回りましたんで良かったです。ということでこれ何分かかるんだろうまあ多分そんなすぐ終わんないですよね。ということなんで時間聞いてちょっとお昼を食べに行きたいと思います。行ってきます。いや動いてよかった、マジ。入った瞬間もうちんぷんかんぷんでしたね。とりあえず今後誰かが使う時のために説明だけしておきますと、25セント硬貨が13枚必要っていうことですね。で、まず洗濯物を入れて、これを上に向けて、これはあれですね、洗剤の種類をここから見て入れてもらって、コインを入れればスタートっていった形になります。で、1回ね、30分っていう風になりますんで、30分間ね、30分後に取りに来るか30分待つかしてください。でこれ終わったら脱水までしか行ってないんで乾燥をかけます。で乾燥機に入れていきます。これもね25セントで10分間っていう感じみたいですね。はい、という形で入れていきます。ということでやっと洗濯終わりました。なんだかんだ1時間くらいかかりました。いやー、まあ、こればっかりはしょうがないですね。はい、まあ、でもしっかり乾いてるっぽいんでいいでしょう。うん、大丈夫そう。そういうことで、前回ニューヨーク来た時にピザ屋さんでステーキ屋さんは店に入れなかった覚えがあるんで、まあ、ピザとステーキね、ちょっと有名なところ行きたいと思います。とりあえず今日のところはピザ。食生活がやばいことになってる。まあでもこれは旅なんでしょうがないですね。はい、まあですんで野菜が取れる時には野菜を取っていきたいなっていう感じですね。ちょっと若干靴下に難ありですね。まあちょっと湿ってるものに関してはホテルでちょっとあれしましょう。ということで
一旦ホテル戻ります。いやめちゃくちゃ腹減りましたね。結局朝あれからまともに食べてないですからね。ではホテル戻りたいと思います。残念ではあるんですが、ちょっと装備を GoPro に変えてきました。というのもこれからニューヨーク雨予報なんですよね。ちょっと私の一眼レフの装備は雨に弱いもので、ちょっと GoPro の方に今日のところは変えさせていただきたいなと思います。いやすっげー軽いなあ、今ね、ジョーズピザだったかな、はい、ニューヨークのピザ屋といえばっていうお店にね、向かっております。まあ電車乗ればね、多分もうちょっと早く着くんでしょうけど、せっかくニューヨーク来てますんで、ちょっと15分20分ぐらいね歩きたいと思います。ちょっとね客室に戻って、ANA にねちょっと電話する用事があったりして、電話したりして、電話しようと思ったら客室の電話が壊れてたとか、まあいろいろありまして、もうね4時近くになってしまいました。ちょっとねお昼を食べる予定だったんですけど、もう今日のところはね早めの夕飯ということで食べていきたいと思います。めちゃくちゃもうお腹空きすぎてもうよくわかんないどうでしょうか。いやニューヨークですね。まあちょっといつもとね場所はかなり下の方にいますんで、あんまり最近はこっちの方止まってないですね。まあ、また来るときにはですね、中心街の方ですね、マディソンスクエアパークとかそこら辺にエディションとかもありますし、リッツカールトもね今月の半ばぐらいにノマドってのができますんで、そこもちょっと泊まってみたいですね。まあラウンジとかは多分ないと思うんですけども、まあでもちょっとリッツカールトンブランドのね新しいホテルがニューヨークにできるということで非常に楽しみですね。一つねニューヨークのバッテリーパークのところにリッツカールトンね、マリオットボンボンには参加してなかったリッツカールトンがあったんですけども、コロナの影響で潰れてしまいましたね。いつか泊まりたいと思ってたんですけど、残念ながら潰れてしまいました。はい、ということでそのリッツカールトンノマドもねちょっと楽しみにしておきたいですね。次来る時には泊まりたいと思います。ということでちょっとね10分15分ぐらい歩きますんで、 お店の前まで一回止めちゃいたいと思います。では到着しました。こちらですね、ジョーズピザ。市内にはね結構何店舗かあるお店です。ニューヨークといえばと言われているピザ屋さんですね。ではいただいていきましょう。せっかくなんで店内でいただきたいと思います。 Thank youではいただきましょう。チーズピザとモッツァレラ注文しました。これでね10、あとこれとお水で11ドル25セントなんで1300円1400円ぐらいですね。まあまあします。まあでもねここのお店も有名なんで、機会があれば来てみてください。サイズを見てください。私の顔は長いんでね、あんまり比較にならないかもしれないです。ペットボトル。めちゃくちゃでかくないですか？いただきます。あ、ここはうまい。うん。すっごい久しぶりに来たんですけど、めちゃくちゃうまいですね。で、このチーズピザっていうのがね、一番人気っていう感じですね。うん、ちょっとね若干小映えが多いかもしれない折らないと食いづらい、うん、じゃあもう一つモッツァレラ、こっちもめちゃくちゃでかいです。うん、もしかしたらここ音楽めっちゃかかってるんで全部カットされるかもしれないです。私の食べてるシーンだけになるかもしれない。これはねいいですね。いやなんか今日なかなかお昼食べれなくて早めの夕飯にしましたけど、ちょうどいいですね。毎回コーラ飲んでるんでさすがに水にしました。いやいいですね、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さんも機会あったら来てみてください。概要欄にお店は載せておきますね。ではちょっとあとゆっくりいただきます。ということでお店出てきました。
ちょっとね、雨が降ってきたんで急いでホテル戻りたいと思います。ということでホテルの方にね帰ってまいりました。今日のところはですね、ちょっともうねヘロヘロということで、今ねあのシャワー浴びて歯磨きを終わらしてもうね寝る体勢に入っております。まだね何時だろう、今まだ6時ぐらいかな、かなり早いんですよね。はい、まだね5時過ぎということで、ちょっとね寝るには早いので、ちょっとね仕事だけちょっとしてからですね休みたいなと思います。今寝ちゃうとね多分ね夜中に多分目覚めちゃうと思うんで、ちょっと気合でねあと仕事ちょっとしつつですね、今日のところはね休みたいなと思います。ということで今日のところはねおやすみなさい。また明日です。皆さんおはようございます。今深夜の3時11分です。まあ2時ぐらいにね目覚めまして、ちょっと今日はね半日使って編集作業ねある程度のところまで終わらして、その後ねニューヨークちょっと楽しんで今日のところね終わりたいと思います。ということで編集頑張ります。それでは今ね朝5時50分になりました。ちょっとね朝食いただこうかなと思ってるんですけども、まあ、今回ね、海外の滞在でちょっとずっとやりたいなと思ったのがこちらです。はい、皆さん知ってますこれ、炊飯器付きのお弁当ということで、これねお米が炊けるんです。ということでこれでねお米を炊いて、で今回ね申告するものがありまして、動画内で言ってたと思うんですけども、それがこれです。米いいサイズのね米がなくて、これ2キロなんですけど、2キロのお米とアサリ、はい、ということで、こちらをね朝食にいたしたいと思います。ということでせっかくなんでね、はい、作っていきたいと思います。まずこれはですね、中の方にお水を入れてで炊くみたいですね。あ、これちょっと今水道からお水を持ってきました。まあ、ニューヨークの水道水はね普通に飲めますんでね、で OK ですね。いちご入れていきましょう。まあ、そこまで日本酒が恋しいかって言われると、もうねアメリカ的なものばっかり食べてるんでめちゃくちゃ恋しくなってますね。いちご炊いちゃいます。でお水を入れます。はい、水 OK です。蓋をしてスイッチオンで出来上がります。では25分で炊き上がるそうなんでスイッチオンします。よいしょ。では25分後お米が炊けてることを祈りながら待ちたいと思います。それではもうそろそろね炊き上がる頃ですかね。すごいねグツグツいってます。今すごいですね、こんなお弁当型のね炊飯器があって、しかもこれなんか1台4役で温めたり米炊いたりもできるし、まあ、保温みたいなのもねできるっていうのですごいですよね。はい、ということでもうしばらくしたらね炊き上がると思いますので、お味噌汁と一緒にいただきたいと思います。ニューヨークにね、まあ、普通に来ている方で、まあ、こんなことする必要は、ね、ないと思うんですけども、まあ、家族旅行とかでね子供が小さい方とかね、結構白米とお味噌汁でご飯いけちゃうっていう人もね多いかななんていうふうに思いますので、まあそういった使い方ねしていただくのがねいいのではないのかなと思います。まあ初っ端ニューヨーク来てねこんなことする人はねなかなかいないと思うんでね、ニューヨークは美味しいもんねたくさんありますんで、ぜひねいろんなもの食べてほしいっていうのが本音ですね。ちょっと私の場合はですね、まあ、節約の意味を込めてね、まあ、今回持ってきたっていう感じですね。今回結構海外ね長く滞在いたしますんで、はい、ということでもうしばらく待ちたいと思います。いや非常に楽しみですね、どんな感じのお米が炊けるんでしょうか。もしかしたら失敗してるかもしれないですからね、はい、ここはちょっとお楽しみ。一応測りましたけど、ちょっとねやっぱり家の炊飯器ってやっぱり楽じゃないですか、目盛りがついてて、まあ、米もシャッシャって入れてね、ちょっと不安ではありますけども、まあ、楽しみにしておきたいと思います。それではお米の方が炊けました。こんな感じです。でまあ変わんねえかってことなんで、ちょっと開けるところを動画撮りましょうかね。はい、ちょっと iPhone で失礼しますけども、今ちょうど15分ぐらい蒸すのも済んでうまく炊けてるといいんですけど、どうでしょうか。
おお、いいですね。おお、いい。どうでしょうか、皆さん。こんな感じで炊き上がっております。ちょっとね、これ熱くて持てないんで、ちょっと皆さんの方にね、こうですってお見せできないのは悪いんですけど、ちょっとね、この上に画像をかぶせておくんで、見えてると思います。どうでしょうか、どうでしょうか。はい、非常に美味しそうですね。いただきましょう。今回ね、はい、朝げも持ってきておりますんで、今ね、コーヒーマシンで、まあ、あのコーヒーマシンっていうか、まあ、あれコーヒーマシンは上の部分入れたらコーヒーになって、それを取り除くとお湯が出るみたいな感じで、まあ、そこで紅茶とかも作れるんですけど、まあ、そこで今ねお湯沸かしました。でこれが具ですね。だからですよと。だからわざわざシカゴに入った時に申告してたな、これっていう感じですね。はい。でホテルからいただいたスプーンで、いや食べようと思ったらね、箸ねえじゃんと思ってちょっとねホテルの人に聞いて、AC ホテルはね、動画で言ってると思うんですけど、入り口の隣にね、コンビニみたいな、コンビニっていうか、まあホテルの売店なんですけどついてて、まあそこでヨーグルトとかね売ってるんで、多分あるんじゃないかなと思ったらあるということで、じゃあちょっと味噌汁からねいただきます。しみる、美味しいですね。では白米とお味噌汁で朝食いただきます。あ、めちゃめちゃちゃんと炊き上がってる。こんな感じです。はい、ではいただきます。うん、あ、美味しい。しかもなんか芯とかも全然なく、これめちゃくちゃ美味しく炊けるんですね。いや、これいいです。うん、あ、これはうまい。うん、これはね、まあ、何回も見しても白米なんでねあれですけども、いや、これめちゃくちゃ美味しいですね。今ちょっとねニューヨークの景色を見ながらね、ちょっと今外動画撮ってるんで見れないんですけども、ニューヨークの朝を見ながらねちょっと食べたいですね。うん、あ、朝げも美味しい。小わかめとお麩が入ってるやつ、お麩かな、はい、入ってるやつですけども、うまいです。いやー、これは大満足ですね。いや、これ持ってきてよかったわ。うん、これからの海外滞在でちょっとお腹すいたけど買いに行くのめんどくさいとかね、まあ、そういった時にめちゃくちゃいいかもしれないですね。まあ、ちょっと30分くらいかかりますんで、それまでは耐えなきゃいけないんですけど、でもめちゃくちゃ美味しいです。ということで今日はね、午前中は編集作業頑張りたいと思いますので、もうしばらくねご飯食べて頑張りたいと思います。いやー、めちゃくちゃ美味しいです。What are you doing? 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 Why you got the phone in my face? What's your fucking problem? What's your problem? What's your problem? Why you running this up before my face? What are you doing?それではですね、時刻は4時半ということで、結構ね編集にね時間がかかってしまったんですけども、今ね私はウエスト4丁目方面の4プライムステーキっていうねステーキハウスの前に来ております。でこちらね5時から開店で、めちゃくちゃ予約が取りづらいお店ということで、結構有名店なんですよね。でジョージ・クルーニーさんがね行きつけのステーキハウスということで、ニューヨークに住んでいるブロガーの方がですね何人かここをね1位にしておりまして、まあ、前回ねベンジャミンステーキっていうね、中心地のあるステーキ屋さんにね紹介しようかなと思って、結局やってなくて紹介できなかったんですけども、なんとですね日本に上陸してたということで、まあ、今回ね、まあ、ニューヨークにしかないものをね紹介したいなというふうに思いまして、まあ、今回ねプライムリブっていうね、お肉をメインのねこのお店なんですけども、今回ねこちらを紹介したいと思います。でね正直ね来るまで入れるかどうか分かんなかったんですけども、今ね従業員の方がお店の前にいて、まあまだねお店始まってないので、ちょうど休憩中みたいな感じでね聞いてみたところ、まあ、1人でも、まあ、またね予約がなくても、まあ、5時だったら大丈夫だよみたいな、結構有効的にOK をいただけましたんで、いや良かったです。これ断られたらね、また中心地の他のステーキハウスに移動しなきゃいけないところだったんですけども、
いや無事にねいただけそうということで、まあ、あとね10-20分ぐらいねありますので、ちょっとね、5時に来てくれっていうことだったんで、まあ、そこら辺散歩しつつ待ちたいと思います。ということで入店いたしました。ここはね路上の席で、ちょっとあの何ですか、前に建物があるお店ありますよね。路上の席ってあれですね、はい、建物の外の建物席で、さっきの入り口の映像の奥はですね、もう本当に薄暗いね、ちょっとあのヤクの売買がされそうなね、そんなあの薄暗いね雰囲気のいい場所なんですけども、まあ、私はね突撃してるということで6時半まで、まあ、5時からなんですけども6時半までに終わらせてくれるんだったらいいよみたいな、まあ、そういった感じでボスみたいなね女性の方が、はい、やっていただきました。ということでこの雰囲気やばくないですか。もうこのところもね 2,3 人組のね方が入ってまして、もう続々とお客さん来るみたいな、もう人気店がね分かるような感じですね。ということで注文していきたいと思います。これで注文するみたいですね。多分注文は多分ウェイターさんがいるんでしないと思うんですけど、多分これでメニューを見るんじゃないかな。てかねあれなんですよ、ソフトバンクのアメリカ放題、こんなところでする話じゃないかもしれないですけど、以前来たより時ね間違いなく遅くなってますね。もう今回ねプライムリブっていうステーキを注文するんですけど、144ドルということでやばいですね。これにしましょうか。はい、ということでこれでいきたいと思います。 Thank you ということで適当に答えてなんとか注文できました。18,000、まあ、お金の話はちょっとやめましょうかね。ということでちょっと注文できましたのでしばらく待ちたいと思います。ではいただきたいと思います。いやね確実にこれは一人用ではないですねまあちょっとサイズが分かんなかったんで、まあ、しょうがないでしょう。皆さんはもうちょっとちゃんとしたサイズのを頼んでください。そう衝撃的だったんですけど、これ私注文してないんですよ。マッシュポテトサービスだって言われました。この店はですね親切だっていう話を聞いて、私頼んでないですよって言ったら僕からって言われて衝撃ですよ。ではいただきたいと思います。いやーまあこれ多分半分も食えないですね多分ね。まあ持って帰って明日の朝ごはんにしましょう。ではいただきたいと思います。 Is it good? Very good, thank you. めちゃくちゃうまいですね。これやばい。このソースみたいなのをかけるか、ここにお塩があるんですけど、お塩をかけて食べれそうですね。いただきます。これはねかけて食べた方がいいですね。でもね味がね結構この周りにしっかりねついてるんで、結構しょっぱめです。ですのでかけなくてもいいけど、かけても美味しいですね、はい、めちゃくちゃうまいです。いやでもこれ明日の朝までに食べきれるかもうすでに心配してますね私も肉がね大好きですけど、ここまでの大量の肉はねめちゃくちゃうまいです。じゃあ次にマッシュポテトいきましょうか。ガーリックマッシュドポテト、チキン入ってるみたいなこと書いてありました。いただきます。これもめちゃくちゃうまいです。親切だっていう話は聞いても、さすがにマッシュポテトを無料で出してくれる店普通ないですよね。ここニューヨークですからねいやこれすごいな。多分肉も絶対食べきれないし、これも多分食べきれないめちゃくちゃ量多いですまあ嬉しいですけどね、うん、ちょっとお持ち帰りさせていただきましょうかね。ということで、まあ、食べれる分だけね食べて、無理せずねあのお持ち帰りねさせていただきたいなと思います。ということでお
店を出ました。いや非常に親切でめちゃくちゃ美味しかったですね。こちらねガイドブックにも載らない名店ということで、まあ、こちらね気になる方はぜひオープンテーブルだったかな、はい、予約できますんでぜひね行ってみてください。まさかねステーキを頼んでマッシュポテトがサービスでついてくるとは思わないですよね。いやかなりびっくりしました。なんかブログにもねすごい親切だっていうねあの記事は書いてあったんですけどもちょっとレベルがね違いますよね。はい、ということでホテルね一回戻りたいと思います。ちょっとねあの予想通りですけども食べきれなかったんで、はい、もう一回ねホテル戻ってこちらステーキね明日の朝ごはんとかにねさせていただこうかなと思います。ということでちょっとね行けるとこまで食べようと思ったら結構食べ過ぎてしまいましたね。ということで地下鉄乗ってね一回ホテル戻ってまたねお出かけしたいと思います。ということで今ね日は11に私は来ております。ここはね以前にフェリーの乗り場でね通った場所だと思うんですけども今日はねこれからブルックリンブリッジパークに行って皆さんにね夜景をお見せできればなと思っております。でちょっとですね雲行きがねこれから雨が降る予報ということでちょっと GoPro でね失礼させていただこうかななんていうふうに思うんですけども向こうについてね雨が全然降ってなかったらねちょっとまた一眼に切り替えようかななんていうふうに思ってるんですけどもちょっとこの手はねご了承ください。ということで今ね7時19分で日の入りがね8時半なんですよね。であとね10分ぐらいでフェリーが来ますんでフェリーに乗ってブルックリンブリッジパークに行ってっていう感じで行きたいと思います。帰りはねちょっと今考えてますけども天気が良ければですねブルックリンブリッジね歩いてこっちにね戻ってこようかなと思います。この AC バイマリオットダウンタウンねちょっとね地下鉄からも遠くて下の方に位置してるんですけどもこの乗り場はですね本当に歩いて5分もかからずしてね来れるんでブルックリンブリッジパークにはめちゃめちゃ行きやすいですね。チケットはねそこの自販でね買って、乗るっていう感じですね。で乗り場がねこの乗り場ですね向かって右側にねイーストリバーっていうイーストリバー書いてあるかな。あ、ここに ER って書いてあるんですね。ここに ER って書いてあるんで、まあ、それを目印にして乗っていただければなと思います。これもね普通に Google マップとかでねルート出てきますんでこれ、ね、2.75 ドルでね乗れて非常にね便利ですんでぜひ利用してみてください。ということでもうしばらくねご来年待ちたいと思います。中はこんな感じになってます。2階のデッキに寝れますね。出ましょう。ではね時間になったらすぐ出発になると思いますけどもニューヨークを東側から眺めてる感じですかね。今ちょっとランドマーク的なものは何にも見えないですけどでもこんだけ綺麗にはっきり見えるのはやっぱ綺麗ですね。それではブルックリンブリッジパークに到着いたしました。こんな感じでバッチリブルックリンブリッジが見えますね。あとね1時間ぐらいで日の入りなんで日の入りを待ってちょっと夜景皆さんにお見せできればなと思います。ということでここのね公園はねお手洗いがないんですよね。ですのでもうちょっと向こうに行ったスタバとかに行くしかないんですよね。ですのでちょっとスタバでコーヒーでも飲みましょうかね。はい、まだちょっとスタンバルにはあと1時間ぐらいあるんでちょっと早いですかね。いやでもめっちゃ綺麗ですね。ちょっと今日は日陰っちゃってるんでここからはね日の入りはちょっと見れないですね。ではちょっとコーヒーショップで休憩しましょう。ということでまさかのスタバ潰れてるっていうねいやーやっぱりニューヨークでもスタバは潰れることもあるんですね。違う店になってねびっくりしました。
ちょっとねシェイクシャックがあったんでそこでコーヒーを買おうかなと思ったんですけど、むちゃくちゃ並んでて、いやさすがになと思ってちょっと我慢しましたということで、しばらくこのブルックリンブリッジで45分ぐらいで日の入りになると思うんで、ちょっと待ちたいと思います。それでは日が暮れました。いかがでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ですね。いやー綺麗です。今ちょうど9時13分ということで、ニューヨークの日の入りはこの時期ねかなり遅いんですよね。8時半とかに日の入りになるんで、日中の時間かなり長いですよね。いやーブルックリンブリッジパークからの夜景も相変わらずめちゃめちゃ綺麗ですね。ホテルにね戻る方法なんですけど、よく考えたらねこの時間にフェリーに乗ってマンハッタン帰ったことがないんで、今回は行きと同じフェリーがまだ動いてたらそれで帰りたいと思います、まあ、ちょっと動いてなかったらね歩いて帰ろうかなと思うんですけども、多分まだあると思うんですよね。ということで、いやめちゃくちゃ綺麗ですね。今日はねこの夜景を見に来ました。ちょっとね曇ってるのが残念ですけど、これがねすっきり晴れてるとまた違うんですけどね。公園内もねかなり夜景を楽しんでる人だったり、写真を楽しんでる人だったり、カップルの方だったりと、かなりねお客さんがいらっしゃいます。ですのでこのぐらいの時間までだったらね全然大丈夫ですね。かなり人がいますね。もう夜の9時15分ですけども、その時間とは思えないぐらい人がいらっしゃいますね。はい、ということで今来たねフェリーに乗って帰りたいと思います。乗り場に来ました。あと15分ぐらいしたら来ます。いやブルックリンビリッジもめちゃめちゃ綺麗ですね。この奥にあるのがリバーカフェっていうレストランです。こちらもめちゃくちゃ有名、いろんなドラマとか海外ドラマとか使われております。ということでここら辺で10分ぐらいですかね待ってたいと思います。それでは乗っていきたいと思います。すげえ意外なんですけど、この船はマスクしなきゃいけないみたいですね。入り口でマスク配ってました。ちなみになぜかは全然わからないです。じゃあせっかくなんで上に行きましょう。あ、めちゃくちゃ綺麗ですね。では動き出すまでしばらく待ちましょう。めちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと風が強いんで私の声がうまく入ってないかもしれないですけど、2.75 ドルで NIC フェリー乗りましょう。
これね、スマートフォンアプリもあって、アプリでチケットもね買えるみたいなんで、もう到着ですかね。止まってないな、まだすげえ揺れてる。はい、なかなかね最後結構ドカンと揺れるんで、捕まってないと怖いんですよね。大丈夫かな。はい、降りましょう。うわすげえ、おーすごいすごい。ちょっと休み、皆さんまともに歩けてないの。すげえ揺れてる。まだ動いてんのかな。あ、まだ動いてるんだ。戻ってまいりました。いや、いいですね。何回乗ってもいいですね。これが 2.75 ドルとは思えないですよね。ツアーで組んだら15ドルぐらい取られるんでって毎回言ってるかもしれないですけど、ニューヨークにはね普通にフェリーのツアーありますんでね、まあこれいろんな路線乗っちゃえばね、うん、結構楽しめると思います。長距離路線もね中にありますんで、この乗り場にはねお手洗いとかもありますんでね。はい、こちらですね。で、行きに買った券売機はこれですね。これはもう前にも動画に購入の仕方やったと思いますんで、今回は割愛しますけども、まあ、普通に今もアプリで買えますんで、アプリで買いましょう、うん、それが一番楽だと思います。それでチケット提示して乗るのはね楽だと思います。ということで、ここからホテルまでねもうすぐなんで、ちゃちゃっと歩いて帰りたいと思います。ということで、ホテル戻りましょう。ということで、客室にね戻ってまいりました。今ね、夜の10時ということで、もうね今日朝の2時ぐらいから起きてますんで、結構ヘロヘロっていた形になります。ということで、今日のところはですね、歯磨きしてお風呂入って休みたいなと思います。で、今回のねニューヨーク滞在編、今日で終わりということで、ここでね一旦動画区切らせていただきたいなと思います。次の動画ね多分フライトレビューになるかななんていうふうに思いますので、ぜひね楽しみにしておいていただければなと思います。
ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。それではですね、今ね、外の方撮影してるんですけども、こちらねちょっとね窓があんまり綺麗じゃなくてうまく映ってないかもしれないんですけども、左上にねエンパイアステートビルとかね見えますね。いやここね必要ポイントかなり少ない割にはねかなりいいんじゃないでしょうか。まあこちらねコーナールームということで、こちらとねバスタブの方から、まあ、外がね眺められるようになってるんですけども、いや結構ね綺麗な夜景が見ることができます。どうでしょうか。まあ中心地の夜景に比べたらねあれですけども、ここまでねコスパがいいホテルではいい方だと思います。ということでちょっとね言い忘れましたんで、今回延長で撮らせていただきました。それではおやすみなさい。